アドルフ・ホーヘンシュタインによるポスター1910年代の舞台写真、イリスはピエトロ・マスカーニ作曲、ルイージー・リッカ台本によるオペラ。1898年11月22日にローマのコスタンツ劇場でマスカーニ自身の指揮により初演された。プッチーニの蝶々夫人以前に制作されたジャポニスム・オペラの一つで日本を舞台にしている。イリスとは、 あやめのことである。江戸を舞台に盲目の父と住む娘、イリスが騙されて遊郭に売られていく物語。日本書演は1985年8月に藤原歌劇団とに機会の合同で日生劇場で行われた。この時指揮をした井上道義は、その後2005年と2011年にもこの作品を指揮している。 梅、イームズ・スタディーズ、リアル・ジャパニーズ・ウェイズ、エイムズ・イン・プレイング・アリス・ツー・リ・プレゼント・トゥルー、カレクター・スティックス・オブ・ニッポン・ウィメン、サーダ・ヤコ・トート・ハー・アクトレス・フロム、トキオ・ゲーブ・ハー・レッスンズ・イン・ポインツ・ウィッチ・ウィル・メイク・ハー、パフォーマンス・ライフ・ライク・ザ・ニューヨーク・タイムズ・ディセンバー・に、1 9 7ハット・エイ・ビー、井上美千代史記、ジャポニズム・オペラ、イギス・ジョー・エン・マジカ、カジモト、 梶本音楽事務所。2014年7月17日閲覧。昭和音楽大学オペラ研究所オペラ情報センター。昭和音楽大学オペラ研究所オペラ情報センター。ありがとうございます。